ビルマメダマガメは、イシガメかメダマガメ属に分類されるカメ。メダマガメ属の模式種。別名ビルマモレニアガメ、ワモンメダマガメ。ワミオビルマメダマガメの、ビルマは、ミャンマーのことを指す。ミャンマー南部固有種。最大高潮22センチメートル。オスよりもメッスの方が大型になる。廃坑はややドーム状に盛り上がる。C パンには、 筋状の盛り上がりが入る。廃校の色彩は褐色。C パ板とアバラカンパ板には暗褐色を明褐色で囲った目玉のような反紋が入る。種商名オケラータは目上半があるのい。目上半は老齢個体では消失することもある。復興は高褐色や単褐色で反紋はない。頭部は小型で、粉炭はあまり突出しない。 皮膚の色彩は褐色や緑褐色で頭部から頸部にかけて左右に3本ずつ白く細い縦じまが入る。容体は後部円甲板がやや尖るが成長に伴い円甲板は滑らかになる。三角州にある小規模な河川、湖、湿地、水路等に生息する。水性傾向が非常に強く日光浴のために上陸することもまずない。 食生は植物食で水草や藻類等を食べる。繁殖形態は乱生。生息地では食用とされることもある。ワシントン条約付属書 I に掲載され、商業目的の小取引は禁止されているが、生息地での個体数は少なくないとされる。しかし、食用の乱獲等により、生息数は減少している。プロスチャグ、P、プラット。 K&HONE, BD, モレニアオケラータ The IUCN Red List of Threat On the Species 2021, ET 13873A544292 土井10.2305 IUCN UK 2021-1 RLTS T13873A 544192EN ダウンローデッドオン090-2021ありがとうございます。